民間の調査機関、東京商工リサーチは、緊急事態宣言が解除された直後の先月1日から11日にかけて、インターネットで企業にアンケートを行い、県内222社から回答を得ました。それによりますと、防震年会について、およそ75%の企業が、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出ているかどうかにかかわらず、 開催しないと回答していますコロナ禍の収束時期を年内と考える企業は3%ほどに過ぎず来年中が52%余り、再来年以降が44%でした今年9月の売上高では去年の同じ月に比べて減収となった企業が51%余りで 今年2月以降の改善傾向から悪化に転じました東京商工リサーチは、外出自粛や飲食店の時短も緩和され、経済面の変化が見込まれるが、全般的な景況感が低下している表れとみられると分析しています。